東口中浦和駅は埼玉県埼玉市南串市手袋一丁目にある東日本旅客鉄道の駅である。駅番号は JA22。当駅に乗り入れている路線は線路名称上は東北本線であるが、運転系統上は最強線として案内される。島式ホーム一面二線を持つ高架駅。JR 東日本ステーションサービスによる業務委託駅。 改札口は一箇所あり、自動改札機が設置されている。自動券売機、指定席券売機が改札口左手に設置されている。なお、緑の窓口は指定席券売機の設置に伴い、2007年10月31日をもって閉鎖された。2018年3月21日からは、始発から午前6時30分までの間。 遠隔対応のため改札係員は不在となり一部の自動券売機のみ稼働している。ほとんどの時間帯で一人勤務のため日中でも改札係員不在の時間帯がある。エスカレーターは駅西口から改札口に1機、駅東口から改札口に1機、大宮方向の改札内ホームに1機設置されている。新宿方向の階段にも1機分のスペースのみ確保。 されているが、長らく手つかずとなっている。エレベーターは改札内ホームに1機、駅東口に1機設置されている。トイレは男女とも改札内に1箇所あり、車椅子用のものもある。駅の直下を、武蔵の、号、下尾佐号が経由する武蔵野貨物線が通り、付近に別所信号場が設けられているが、当駅とは別施設であり、ホームも設置されていない。当駅は、 高架駅という構造もあり、特に冬の晴れた日には、富士山を容易に確認することができる。1985年9月30日開業の最強線の各駅には駅ごとに色が付けられ、現在も引き継がれている。当駅のカラーはカナリアイエローである。上下線で低築性の発射メロディが使用されている。 2019年度の1日平均乗車人員は13,537人である。最強線では北与野駅に次いで利用者数が少ない。JR 東日本及び埼玉県東計年間によると開業以降の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。駅東側にある別所沼公園裏はスプリングレーンズ中裏はという名前の通り、 最強線における旧浦和市中心部への最寄り駅として設置され、四季県道場のバス停等を結ぶペデストリアンデッキ、エスカレーターの増設や駅ビルの設置に対応した駅構造からもそれを伺うことができるが、実際には最強線開業後、当駅に代わって武蔵浦和駅が発展を遂げることとなった。なお、駅ビル予定地は駅1階部分のみ。 ボーリング場の裏はスプリングレーンズとして共用されている。埼玉県庁舎や埼玉市役所、商業、業務地区のある国道17号、旧中線道付近からは西に離れた場所にあり、付近は閑静な住宅街となっている。裏和の中心部は駅ホームから東側に望むことができ、また路線バスによって結ばれている。駅北側には南区と桜区との境界線がある。 当駅を発着するバス路線はすべて国際工業バスが運行している。このほか、深夜バスとして当駅まで池袋駅1時20分発のミッドナイトアロー、高島平、中浦和が運行されている。出店広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。